はいはいはい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、特別でもなんでもないですけども、全然特別感ないよ。お掃除ね、お掃除、キャンプ用品のお掃除動画をちょっと上げてみようかなと。はい。私たち的なお掃除動画ね。はい。撤収から帰ってどのようにお掃除をしているのか、メンテナンスをしているかっていうのを紹介して、で逆にもっといい方法あるよとか、そういうのを教えてもらったらいいなって。それはありがたいです。そうそう。まあうち完全にもオリジナルだからさ。うん。そうなんですよね。ね。ちょっと皆さんに見ていただいて、はい、評価していただこうかなと。はい。でうちはね、一旦こうやって。まあ、しまうときにですね、足についた泥なんかをね、ハケで落とすんですよね。うん、そうです。そうそうそう。このようなハケで、泥とか、灰とかをパッパッと、払って直すっていうスタイルです。払って。払ってからさ、吹いてたんだけど、最近吹かなくなっちゃった。だんだんそうなってくるんだよ。うんこれでもね、だいぶ落ちるからね。落ちるよね。うん、拭くと、まあ拭いても全然いいんだけど、ちょっとこびりつくっていうかさ。そうそう。で何枚もいるのよね、結局。うんまあ、こうやってから拭くっていうのは一番いいんだろうけど。うんうん、表面上の汚れをなるべく落としてね。めんどくさくなっちゃってね。うん、なるべく早く、簡単に。こいつも安い割にはちゃんと仕事をしてくれましたね。表面的には何も色が変わったり焼けたりっていうのはないです。まあ、1000円の割には。はい、次はですね、これ焚き火台の掃除なんですけど、一旦ね、表面についた灰とかすすですねがついてますので、このハケでね落としていこうと思います。灰受けにですね、溜まった灰はこのようなね、カンカンに入れて持って帰ります。しょっちゅう喧嘩する。いや、カラス同士が喧嘩してるよ。ほんとだ、縄張り争い。うん、だからお次はこのケトルですね。これのすすを落としていきます。ほら、人撫でしたらこんぐらい。これだいぶだよね。わ、だいぶじゃん。すす。うん。そっちに飛んでいく。うん、真っ黒クロスケが。こうするだけでとりあえずはね、服とかさ、何かにつくっていうのは防げるもんね。うん、これに。ここはこれね。ランタンは後でそっと。ここら辺はもう適当なんだけどさ、この汚れ物は大体バケツに入れるようにしてます。もう落ちるね。うん、こんな感じで。もう食いすぎた。
よし、だいたい詰め終わったね。はい、じゃあ帰ろう。よし、ただいま。レチレチレチ、ね、嬉しい。レチレチレチレそう。見せれない。そこはね、見せれない。ね、薪が山盛りだ、ね。そうそう。ちょっと綺麗にしないとでも。ただいまから使ったキャンプ用品を直します。はい。片付けしておきますね。まず使ったお皿を洗うと。うん。で、全然小分けにしてない。ボトルのままの調味料を直して、そうだね、だから忘れ物が多いのよね。洗い物基本家だよね。家でする。一泊の時はそこでするけどね、その、うん、朝使うものをね。ああ、なるほどね。だって綺麗にさ、やっぱ取れないからさ、結局もう、まあ、家でした方が私は好きかな。使い慣れた場所で、うん、汚れと。また小分けにしてない塩コショウを。これは塩コショウは小分けにしないでしょ。みんなすんの？なんかみんなしてるよね。うん、ちっちゃい粉なのに、ね。そうそう。そんなことはしない。お皿なのに。中のこうねじってゴリゴリするやつじゃん。ああ、はいはいはい。そんなおしゃれなものは持ってないやつ。あとはもう私のでも洗っていくだけだからね。あとは、うん、何も変わり映えしません。今日のご飯も美味しかったな。うん、ね。今日のあのご飯のね、炊き加減が良かったよね。すごかったね。今日は楽ちんでした。私の方は以上です。一応デイキャンプから2日経ちまして、うん、って言っていいよね、うん、あのデイキャンプをした夜にしようと思ったのね、うん、しようと思ってたんですけど、うん、あの嫁さんの洗い物とか重なって、うん、で待ってる時間に眠たくなったりして寝ちゃったりなんかして、うん、っていうのが2日ほど ありまして、うん、でその間にね、あの仕事の方で、まあ、あの立て方とかあって、うん、ちょっとこう日焼けをして、うん、酔っ払ったみたいになってるわけなんですけども、うん、今日ね、例の2日前に使ったキャンプ用品の掃除をしようと思います。はい、これが2日前に使ったケトルですね、うん、ちょっとほら油が飛んだりして、骨付きウインナーのね、うん、油が飛んだりしてオイリーな感じになってます。はい、でそこの方も、ね、こうやってすすがね、うん、ついてる状態です、うん、僕が日常的にこのケトルのお掃除で使ってる道具は真鍮ブラシです。で真鍮銅の磨き出しっていうのがあるんだけど、うん、真鍮っていうのは金属の中でもね割と柔らかい方なのよ、うんうん、であのステンレスっていうのはまあそこそこ硬いでしょ、うん、だから傷がつきにくい。あ、そうなんだ、うん、で表面的なその頑固な汚れなんかはこの真鍮ブラシで大体落ちます、うんうん、まあ、ただね
柔らかい、こっちが柔らかいと言っても、うん、多少なりとも小傷はつく。ああ、そうなんだね。そう。けど、まあ、そんなんて、なんていうのかな、汚れたままにするよりは、うん、まあ、まだ、ちょっと若干の小傷は、まあ、なんていうの、使っていく中での小傷的な感じで、うん、まあ、汚れてるままよりはまだいいかなっていうので、うん、まあ、僕はね、もうこれでめっちゃ、こすってます。めっちゃこすってます。これを直でここのね、うん、この流しに置いちゃうと、うん、このすすがね、流しについて取りにくいのよ。うん、ああ、そうなんだ。うん、で、うん、嫁さんに怒られる可能性が結構あるから、でもめんどくさいじゃん。うん、汚れて怒られるのさ。うん、いやでもちゃんと最後はしっかり掃除して終わってるよ、うん、いつも。なんだけど掃除のその手間っていうのを省けるよ。ああ、うん、そうだね、うん、だからこの直接置く前に一旦ここのね、うん、底の掃除をある程度してから置いた方がいい、うんうん、そうだね。外でする人はいいだろうけどね、うん、家の中でそうやってする人たちはやっぱりね、はい、でお湯でちょっと何だろうかな、油の方を浮かして、うん、これ食器用洗剤をつけましたよ、うん。でね、こういう風にほら、もうちょっと取れたでしょ。取れました。大体ほら、油っぽいのはもう取れてるね、うん、でもこれでもう大体取れてると思う。ほら、表面的なところはうん、本当だね。ね、まあ、そこの方はやっぱりほら、うんうん、まあでもやっぱ結構取れないのもあるんだね、汚れっていうのもね。そうだよね。まあ全然取れるじゃん、このシルバーのこれでも。真鍮ブラシいらない説が出てきた。でも結構取れたね。うん、だいぶ取れた。まあ別にこんぐらいでも汚いわけじゃないからね。そうそうそう。じゃあ行くよ。はい。この真鍮ブラシでこするとどうなるか。うん。それは何、水を出しながらの方がいいってことなの？いや、こうやったら汚れがもうすぐ落ちるからさ。うん。もうちょっとちょろちょろにしてみたら？出すぎ。うん。こんぐらいでしょ、これ。うん、そうそうそう。ほら。うん。取れるでしょ。結構取れたね。あ、取れた、取れた。で、結構まあ力強くこすったんだけど、なんか表面上のそのちょっとした小傷的なのはやっぱり入る。うん、本当だね。うん。うん、光に当てると分かるね。いやでも細かいからね、うん、そんな傷っていう傷ではない、まあ、小傷っていうか擦り傷的な、うんうん、だからたまにはさ、こうやって磨くじゃん、うん、で、その後にピカールとかで磨いたりするんだけどさ、うん、そうなるとまあそこそこ光ってくれるもんね。うん、あの激落ちくんとかああいうのだったらどうなんだろう、取れんのかな。取れるんじゃない、激落ちくんは取れるんじゃないの。まだ激落ちくんの方が取れるかね。わかんない。取るより、まあそっちの方が取れるんだったらそれの方がいいんだけどね、うん、まあ、このワイヤーブラシのいいところはこういった隙間なんかがさ取りやすいのよね、うん、ここのこういうヘチのとことかさ、使い分けたらいいかもね。うん、だいたいいつもしてる掃除の具合、うん、ピカピカじゃん。うん、どう、じゃじゃーん、綺麗になりました。ピカピカ、うん、まあ、すすっていうのはもうほぼないね、うん、ないね、うん、全然ない。まあ、全然っていうほどではないけど、でも綺麗になった、うん、普通に掃除するよりは、うん、まあ、だいぶ綺麗、うん、
でワイヤーブラシでこすってる分隅々まで掃除できるから、うん、まあ、ここのヘチのとこなんかねもうちょっと綺麗に磨いてあげれば、まあ、あの光沢っていうかさ、うん、より元通りになると思うんですけど、うんうん、まあ、そこは十分だよ、うん、最近特にこだわんないで、まあ、これも一つの味かなと思ってる。でお次はですね大問題のやつなんですよね。え、何？ああ、そこに置くかな。そうそうそう。じゃじゃーん。うわあ。ビビ台です。うわあ、汚れそう。キッチンペーパーはだって。まあ、洗う順番はどうでもいいんだけど、うん、一旦とりあえず流します。はい、でこれなんかは、うん、まあ、基本、まあ、真鍮ブラシだけだな。あ、そうなんだ。うん、まあ、これでも全然いいんだけどさ、うん、いつもは、もうちょっと水洗いする程度。うんうん、で、いいぐらいの傷なんでしょ。あ、違った、汚れなんでしょ。うん。今日は汚れない。傷つけないでもらっていい。ちょっと先の傷がどこにいたの。だからよ。傷つかないよ。いつもほら見てないからさ。ああ、だけどさ、え、うん、こんなん傷つける風なやり方してんのと思うよね。あの冒頭の気遣いの汚さないようにまずそこの方から洗いましょう。一瞬で消えたね。うん、まあ、この焚き火台のラックに関しては、うん、今、まあ、うちロゴスを使ってるでしょう、うん、ロゴスじゃなくても、うん、何でもいいと思う。鉄筋棒でも何でも自作できるっていうか、なんかこう日本の棒が あるとかさ、まあ、簡単に作れるじゃん。ああ、そうだよね、うん、確かに。そうそうだよね。うん、これを買わないとその不便とかっていうのじゃないからさ、うん、アイデア次第でどうにでもなる。でもやっぱフィット感はやっぱあるよね、それ用に作ってあるからさ。専用設計っていうかね。そうそうそう。でも自作するのも楽しいかも、うん、実際アイアンハンガーも自作でして全然何不自由なこと。そう、めっちゃ使えてる。あれほんとすごい。よっしゃ。これは汚れが頑固だから、もう一番下に置いて、うん、ちょっとつけてるような感じでいつもしてる。ああ、そうなんだ。うん、もうここの灰受けの素材はブリキっていうか、うん、なんかそういう素材だから、うん、この汚れはほとんど落ちません。うん、で、最後にこいつね、うん、これをきれいにすると、うん、あのすごく焚き火台がなんか閉まって見える。結構磨いたんだけど大して違いが感じられない。うん、今はそうだけどさ、やっぱ使う時はさ、うん、あ、洗ったなっていうのは分かるよね。ああ、本当に。うん、まあよく分かんない。だよね。だって一切触れないもんね。なんで今なんか嘘ついたの。今嘘ついたよね。ねえ、嘘はダメよ。ちょっと謝って。ね、謝ってもらっていい。ごめんなさい。いいよ。いや違う、ケトルとかがさ、うん、もろそれが出るからさ。ケトルはわかるかも。そうそう、だからケトルがそうだなって思ってたからさ。ケトルの時に言ってほしかった。外回りはもう全然汚れてない。うん、ちょっとまあ汚れを落とす程度。雨降ってる。作業の時は手袋をするといいですよ。100均の
こういう手袋が売ってるよね、うん、100枚入りだっけ50枚入りだっけ、分かんない、まあなんかこんな感じの、うん、で右に置いたけど左手で取って左に置きますポジショニングを見せるとこうなるんですよねで少量取ってね、うん、でちょっとこの上の方、うん、分かるかな、うん、ちょっとこってりしたここら辺にここをちょっと磨いてみるよ、はい、これをつけてあんまり今力入れてませんよ、うん、このステンレスの上でピカールを滑らす感じ、うん、まあちょっと匂いがねちょっと綺麗になってきたでしょう、いい匂いがするね、うん、そこが分かりやすいかもね、ツヤが出るって感じっていう感じかな、違う、いやちゃんと、うん、表面の汚れも落ちてる、うん、落ちてるはず、ほら、ああ、本当だね、うん、もうこうやって仕上げで磨くと結構光るもんでしょう。うん、そうだね。うん、仕上げでちょっと拭き取ってるだけなんだけど。うん。どう？立ってる。ほら。うん。ねえ、周りのこっちなんかに比べて、まあ、うんうん、くすみが取れた感じ。うん。ほら、すでにお気づきの方もいると思うんですけど、うん、あの。こっちはね、うん、汚れないように手袋してて左手めっちゃ汚れるっていうね、鋭い人はもう気づいてると思う、ほぼ気づいてると思うよ、うん、さっきの流し抜けにしてもあの今度して何をしたいんだろうとね、片方だけ綺麗にして片方汚れてみるとか、うんうんうん、そういう、ね、そういうことなんですよ、うん、うちはそうですね、うん、もう一生懸命になるとね、もう汚れちゃいけないとことかどうでもよくなる。あの最初のあれは何だったんだろうって、ね。そう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 。見てる人は違和感でしかないよね、うん、きっとね。でもあれ毎回だから。うん、最悪だよね。どうせ最終的にめっちゃ綺麗にするっていう進行ね。でも綺麗になってあれ傷ついてるでしょ絶対。傷 つかないってあそこ。傷つかないついても簡単に取れるやつだよ、ペーパーでパッパって、もう焼けてくるから、うん、取れにくくなるね、うん、最初みたいにはいかないね、そうそう、新品同様とまではいかないですよね、うん、じゃあはい、そういうことでね、手袋した方はすごく綺麗でしてない方はすごく汚れるっていうね当たり前のことですかね、当たり前のことです、ね、じゃあなんで両方しなかったのっていう話なんですけど、まあ、一生懸命になるとこうなります、毎回です、毎回右しかしてないんですけど左でめっちゃ汚れるっていうそして学習しないっていう、そう、毎回同じことを繰り返すっていう一生懸命になるとこっちを汚しちゃいけないっていうのを忘れるからねはい、今日はですね、うん、あのキャンプ用品のメンテナンスっていうかですね、はい、あの、まあ、キャンプが終わってから掃除をするまでっていうところを、うん、あの、まあ、ご紹介したわけなんですけど、どうだったでしょうか。まあ、うちはですね、あの基本的にはまあ先ほど紹介したように、うん、あの真鍮ブラシですね、うん、でも結構ゴリゴリ擦るスタイルなんですけど、うん、まあ、逆にですね、あの、まあ、真鍮よりももうちょっといい方法があるよとか、うん、あの綺麗になりますよ、こういうピカールとか、まあ、ケミカル用品でもいいんですけど、うん、まあ、おすすめのものがあったら、まあ、ぜひ教えてもらいたいです。はい。まあ、こういう、まあ、なんていうのかな、焼肉の油とか、うん、まあ、吹きこぼれたものがさ、うん、やっぱりこびりついたりするんで、うん、まあ、こういうのが簡単に取れる方法があったらね、ぜひどうもちょっと教えてもらいたい。はい。ぜひぜひお願いします。と、はい、いうことです。はい。はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。
lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind.